ティアラ高等は東京都高等区住吉にある高等区立のコンサートホールである。正式名称は高等区高等公会堂。指定管理者制度により公益財団法人高等区文化コミュニティ財団が管理運営を行っている。老朽化した旧高等公会堂の代替と高等区の文化活動の促進、地域コミュニティの交流、振興を目的として サルエオン市公園への設置が計画され、1994年12月に完成した。鉄筋コンクリート構造地下2階、地上5階の建物は、久米設計による設計で、鹿島建設、多田,田建設、土屋組、丸石工業による共同企業体が施行した。電気工事は、栗原工業、舞台照明は、東芝ライテック、舞台機構は産生輸送機、舞台音響は、 富士音響が担当した。ティアラ高等の愛称は一般公募の上、愛称決定委員会により決定された。大ホールはオーケストラ公演、隠しコンサートやバレエ、演劇などを中心に使用されている。東京シティフィルハーモニック管弦楽団の順本拠地であり、テレビ朝日、題名のない音楽会の収録も行われている。小ホールは隠しコンサートのほか 発表会など区民にも利用されている。イベントの開園時間以外も施設が有効に利用されるよう練習室を多く設置している。また、隣接する新大橋通りの地下を都営地下鉄、新宿線が走行しており、事前調査でホールの音響環境を確保するために防振対策が必要とされたことから、厚さ約1メートルで深さ約35メートルの支持層に到達する。 地中連続壁を構築、建物区体との間を防振ゴムで絶縁している。速報の地中壁についても、区体との間に 100mm 厚のフォームポリスチレニータを設置している。1965年2月に開館した急行街道は佐藤武雄の設計による建築で、同じく佐藤の設計による文京公会堂などと並んで、現在の多目的ホールの基礎となる歴史的、 建築であった。機械式駐車場が利用できるが、周辺に駐車場がないため満車の場合は注意を要する。ありがとうございます。